ター伊藤のレンタルアベニュー。この時間はリトル東京ホンダプラザデンタルクリニックコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りします。今日もこの時間がやってきました。ドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日も私コスタメサにありますザ・ロフトデンタルスタジオにお邪魔しています。ご紹介しましょう。伊藤浩一先生です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ラジオネーム健康一番さんです。先日の保険のお話はためになりました。前々回ぐらいかな、保険のお話を、ね、そうですよね、していただきました、はい。さて質問です。以前新海さんがこのコーナーの中で日本で歯を抜くよりもアメリカ伊藤先生のところで抜いた方が簡単に抜いてくれたとおっしゃっていました。それはなぜですか。以上ですけど、それはでも私じゃなくて新海さんに対する質問じゃないですかね。私が多分この話をしたのってもう多分2年ぐらい前だと思うんですけど、親知らずを先生に抜いてもらった、はい、はいですよ。あ、でその時の話をしている中で、確かあっという間に抜いてもらった、日本だとこんな早く抜いてくれないよねって話をしたような気がするんです。まあ、日本とこちらの違いですね、はい、まあ、私もある程度日本のことを把握しているつもりです。そうですね、うちはあの実家が歯医者でしたし、 そうですもんね、それからあの親戚関係に、はい、何人か歯医者がいますので、うん、当然友人もいますし、はい、日本の歯医者さんで前副歯っていうですね、例えばあの歯茎の下に埋まっているような親知らずを抜いてくれる歯医者さんってやっぱり少ないんですよね。ですから自分の歯医者さんは抜いてくれるよっていうところもあるんです、やっぱりね。なんとなくのイメージですけど、ええ、親知らず、その歯茎の中に埋まってる歯を抜くときって、僕のイメージは割と大学病院みたいなところ、そうですね、に行った記憶があります。日本の先生は自分で抜かない先生が多いですので、ええ、あの大学病院に紹介状を書いてもらって、それで行く場合が多いんです、やっぱり。ただアメリカも親知らずを抜いてくれる先生もまあいるとは思うんですけども、どちらかといえば口腔外科の先生のところにやっぱりこれもまた紹介状が、はい、大学病院じゃないですけども、まあ近所の口腔外科の先生のところで抜いてもらってきてくださいっていう風になるのが一般的なんですよね。その口腔外科というカテゴリーっていうんでしょうか、はい、こちらではのオーラルサージャリーというふうに言いますけれども、はい、まあ、これはの外科の専門医ですね、はい、で日本は外科の専門医という職種の待ち医者はいないんです。ははなので、はい、あの外科の専門医っていうのは基本的には病院で仕事をしている、はい、ですからまあ、通常は大学病院、うん、あるいは大学病院の関連の病院にいるということになるんですね、はい、そうか。で私のオフィスで、はい、一応あのもう日常のようにこの前副歯いわゆる埋まってる、はい、あの親知らずも抜きますが、はい、これもあの私があのやっぱり大学病院で外科のトレーニングを積んでるの で、うん、で積んでるんですが、まあ、大学病院にいないと、はいはいはい、そうですよね、まあ、一般歯科にいるので、はいはい、通常に抜いてはいますけれども、うん、そうですよね。でもう一つはですね、新海さん、日本とちょっと形態が違うのは、はい、アメリカって親知らず、例えばあの高校生ね、うん、高校生の親知らずを抜くっていうのはもう一般的なんです、はい、皆さんあの夏休み中に親が子供を歯医者連れてって親知らず抜いてやってくださいっていうような感じでね。そうなんですか。ティーネイジャーの時に抜くのが簡単なんです、はい、親知らず。やっぱりね、40代とか過ぎてから抜くのは、はい、結構ね、はい、骨も固まってきてしまってるし、はい、手術後の治りもね、はい、若い子の方が早いですから、これはもう確実に。そうか、やっぱり若いうちにもうは、まあ、あるって分かってるんなら本来はね抜いた方が、はいはい、その抜く側にしても抜く側にしても抜かれる側にしても、はいはい、やっぱりあの10代の時とかね、はい、まあ、20歳過ぎぐらいで抜くのが 楽だし簡単。そうか、うん、通常1本やっぱり抜くのに15分から20分ぐらい、うん、でしたよね。ですね、はい、最初のそれは麻酔も含めてですね、麻酔打つところからそうですね、ですよね、はい、でそして抜いた後数日間当然糸っていうんですか、はい、これありますよね。でもそれも人によるのかもしれないですけど、僕の場合はあまりこう痛みを感じずに入れた、うん、そうですね、うん、まあ、当然ね抜歯をするのに、うん、
バリエーションがありますので、そうですよね、毎回毎回うまくいかない場合もある、うん、まあそういうね、うん、日本とこっちで、はいはいはい、どうしてうちのオフィスで簡単に、はい、新海さんが抜けたよっていうことをおっしゃっておられたかというと、はい、あとはですね、はい、歯を抜く時のテクニックもあるんですね、うん、で私はインプラントがメインでやってますの で、うんですね、歯を抜く時に、うん、やっぱり歯の周りの骨に負担がかからないようなテクニックを使って抜くんです。だから周りの歯に骨にね、はい、負担がかけてなくて抜いてますから、うん、私のオフィスで抜いた後腫れにくい、はい、あるいは腫れにくいので痛みにくい、まあ、そういうようなこともあるかもしれないです。新海さん抜けたよって言ったらびっくりされてましたね。びっくりしましたよ。もうっていやでもこっちで歯抜きましょう皆さん本当に心からそう思います。ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。